しの車両が特号車両になります。途中停車駅と到着時刻をお知らせいたします。東京スカイツリー19時41分、引き船19時44分、北千住19時51分、東武動物公園20時18分、東武20時24分、加須20時33分、羽生20時39分、館林20時47分、足利市21時2分、東田21時10分、木崎21時20分、高井町21時26分、新伊勢崎21時34分、終点伊勢崎には21時37分の到着予定でございます。39分の発車です。発車までもう少々お待ちください。この電車日光、鬼怒川方面には参りません。日光、鬼怒川方面には参りませんのでご注意ください。また自動販売機は販売しておりません。自動販売機はございません。